はいみなさんこんにちはレック専任講師の赤松です少々試験の基礎講座であります新15ヶ月合格コースこちらの講座を担当させていただきますどうぞよろしくお願いいたします私は平成8年の合格ですえそれからしばらく事務所勤務を経まして今は自身でも事務所を開業しておりますえそして同じ頃から レックの講師業もさせていただいておりますからこちらレックの講師はもう20年以上させていただいておりますこの20年間の間本当にたくさんの方が私の講座を受けていただきましてそしてたくさんの方が合格を果たしていただいておりますぜひ皆さんもそれに続いてくださいこの司法書試験は合格率だけで見てみますと4%ないし5%非常に難関試験と言えますただ この試験の本質をよく捉えておればですね十分単クで短期で合格を果たせる試験でもあります。じゃあどんな試験なのかちょっと見てみましょう。こちら小論書試験の択一式問題の形式です。誤っているものの組み合わせはどれかこんな感じで組み合わせ式問題がほとんどです。 A さ, A さんは「う」の枝が×だと自信を持って判断できる「の枝ははこれで実は答え」出てきますうの枝バツということであれば選択肢3番か5番しかありません。そして「絵が丸だっていうことであれば5番は答えではないわけです。ということは「い」の枝が特に分からなくても正解3番と出すことができます。 こんな形で答えを出していく試験だと考えてください逆に B さん B さんは A から O、えー、たくさんの知識を持っているんだけど全部知識が不正確なんですこれだと答えは出すことができません皆さんに目指していただきたいのは A さんです A さんは過去問をしっかりマスターできている人ですそして、えー、この本試験は 過去の論点が繰り返し出せ出されてきますから、過去に出された論点、それを足がかりに A 線の形で、特にわからない枝があったとしても答えを出していくことができる試験です。逆に B さんは難関試験だからということで、たくさんのことを勉強しようとしています。これではこの試験、うまくいきません。たくさんのことを勉強すればするほど、勉強量が増えて、逆に、 知識の精度が下がってしまいますそれだといけないんですこの試験の一番のコツは勉強量を極力絞り込むで、逆に絞り込んだからにはその知識の精度を高めるという方向の勉強です私のクラスもそういった方向性一貫して行っております極力知識を絞って逆にそこの精度を高めていくっていう授業ですでは 私のクラス赤松クラスでどんな特徴をこらしているか三点ご紹介しておきますまず一点目こちらブレイクスルーテキストというこちらレックの専用テキストを使用していきますで、このテキストの使い方なんですが私のクラスでは大胆なメリハリ付けを行っていきます A ランクにはマーク B ランクは印 C ランクは無印 としていきますで皆さん復習の際はその A ランクと B ランクここだけを重点的に読み込むで無印の C ランクこれは逆にも読まないという形で勉強を進めていってください。はい、例えばこちらテキストサンプルです。はい、こんな感じで下線を引いている部分が B ランク。 でこれ次のページですがマークしているところが A ランクで A ランクのところも単にマークではなくてタイトル部分はこんな感じでブルーでで本文は黄色でマークをしてさらにキーワードに該当するところこれ黄色の上からピンクで塗っています。こんな形でマーキングをしていきます。 まああでパッと見直してもらったときに非常にわかりやすいテキストにしていくっていう趣旨です。で、まあこのページざっと見てみるとこんな感じ。はい、そのような形でメリハリ付けあるテキストを作っていきます。次二点目、私のクラスでは今のブレイクスルーテキストの補助教材というものを用意しています。 こんな感じのものもブレイクスルーの補助教材、はい、そして中を見てみるとこういう感じのものでこれ実はテキストの欄外に余白がありますのでそこに切り貼りをしてもらうものとなっていますどうしてもこの試験、えー、情報量が多いですから、えー、できる限り情報を一箇所に集約するという作業これが非常に大事となります。はい、なので テキストの補足論点があれば、こんな感じで。テキストの本文があって、そして補足論点について、こういう形で今の補助教材、欄外に切り張りをしていただきます。こういう形で情報の一元化を図っていきます。まあ同じページでいきますと、例えばこんな感じ。はいこの補助教材が、 二点目。では三点目。三点目は過去問レジュメです。過去問レジュメ。はい、これはどういったものかとて言いますと。ブレイクスルーテキストで勉強していきます。そして。テキストには。随所に過去問の番号が出てきます。例えばこんな感じ。これ過去問の番号です。 でそういうい感じで過去の番号出てくるんですがこのテキストの過去問、えー、これ自宅に帰られて過去問集で練習しようとした時に当然その過去問集はテキストの順番通りには過去の、えー、過去問の問題並んではいないわけです、はい。なのでそのテキストに出てきた過去問が過去問集の中ではどこに載っているのかまずこれを検索する作業が大変な作業になってきます。でなおかつ やっと見つけ出したとしても内容を解いてみるとよくわからないというところも出たりしますなのでそこは私の方で工夫をしていましてこのテキストの順番通りに過去問の枝を並べ替えていますで皆さんは過去問レジュメの方を使っていただいてテキストの順番通りでこのレジュメの方で過去問を解いていくことができますそういう形でテキストで勉強してからすぐ過去問を解きやすいというね、そういう形の工夫を凝らしています はい、なおかつ、こちらの過去問レジュメの方ですが、はい、こんな感じで文章に下線を付しています実際の過去問書にはそういった下線は入っていません。なので自分でこう文章を読んで文章のポイントがどこかなということを自分で判断していかないといけないというところがあって、まあ、それがなかなか難しくもあったりするんですが私のレジュメの方ではその過去問の各枝のポイントになるところ キーワード、それを今のように、下線を付していますから。皆さんが、えー、まあ、初学者の方でも、すっとですね、過去問に、入っていけるような、形。まあ、そういったところを工夫しています。はい、まあ、以上の三点が、私のクラスの、まあ、自慢。自信と言えるところです。大胆なメリハリ付け、それから、えー、ブレイクスルーテキストに。 切りありをしていただく補助教材、これで情報の一元化を図っていきます。そして三、えー、点目が、えー、テキストを勉強してから次過去問に、えー、移行しやすいように工夫を凝らした過去問レジュメです。えー、この三点を用いまして皆さんを合格に導いていきます。えー、こちら小諸市の、えー、資格を考えられている方はですね、えー、ぜひ。 私のクラスに入っていただいて一緒に勉強していきましょう皆さんと教室でまたお会いできることを楽しみにしておりますそれでは一緒に一発合格を目指して頑張っていきましょうではぜひよろしくお願いいたします